はい、皆さんこんにちは。はい、魔法を信じる会の時間です。今日はね、どんなお話をしようかというと、新作のアイデアがどうやって作られて、どういうふうにね、使われていくかっていう話をしたいんです。で、実は僕ね、自分で今までずっとたくさんいろんな新作作った新ルーティーンですね、実際のこと言うとね、作品はもちろんそうなんだけど、ルーティーンが楽しいの。新作っていうのはね、勝手に生まれちゃうの。でもルーティーンは作んないとできていかない。この点が面白いね。だから鶏の卵は簡単に生まれるけど、ひなに返すの大変でしょ。鶏の、それと同じようにそのルーティーンと先に作れる話をしていきたいと思います。で、最近僕ね、自分の知り合いでフェイスブックの友達になっている子で、その子がドラマジックっていうのをやってて、これ俺昔やったのと非常に似てるんだけど、評価してます。そんな話も含めて、脱出の、新ルーティーンも、できたんで、今ねそれをやろうと思って鍵探したら鍵が3日ぐらいちょっと困っちゃったんだけど、今日探そうかなと思ってますね。はい、もうすぐ日本ですね。日本でいろいろやりたいので頑張っていってみましょう。はい、魔法を信じる会です。さあ、ドラマジックっていうのはね、そのトミ君っていうんだけど、面白いのはね、小さい頃自分が10歳の頃マジックと出会った話と、そして、それに関連する、マジックを5分ずつやって1セットで10分、そういうのを何回かやるってやつなんだ。でね、まあ、20代の時は挫折と失敗の連続で、30代になってどうしてマジシャンになれたかの話をドラマにしてる。まあ、私小説なんだけど、俺こういう話が好きで、当然シュートのさ、リバーもそういう形で作ったでしょ、その話ね。本人は、シュートのリバーなんか有名な話でさ、すごく嫌ってたの、自分の小さい頃の嫌な思いなんだ。もうマヤ一世にいじめられた頃がもうさ、もう走馬灯のように浮かぶっていうね。だけどそれが彼の成功した中のバネになってたことは事実だし、これはいいと思うんだな、すごくね。まあ、そんな話も含めて、俺はね、昔ね、そういうね、ストーリーになってるのが大好きで、ただ、ある時にあるマジシャンと話して、まあ、これ秋元君なんだけど、要するに私小説がベストなんですかって言うから、私小説でもいいものはいいんだよって言うから、要するに映画でも何でも、秋元君っていうのは私小説が嫌いなの、自分の話って。そうそう、で、そうじゃなくて本当のいい作品っていうのは制作されたも私小説じゃないだろうって。いや、そうじゃないんだよ、要するにあらゆるテーマがあって、あらゆるテーマの中でいい感動がある、どれもありなんだよね。で、俺が作ったのはその昔ウィザーズナイトっていうさ、要するに、まあ、演劇芝居系のマジックやってて、これがねすごい人気だったんだよね。もうとてつもない人気。その中で本当海外ロケまでやって、例えばデスのマジシャン的デスノートだとか、ね、あとなんだろうな、赤ずきんちゃん三部作とか作ったりとか、もういろいろさ、もう有名マジシャンいっぱい出てるんだよその時、ね、今の成功したマジシャンも出てるし。それで俺が一番好きなのは三丁目の夕日なの、マジシャン的な感じで、あれは大好きでね、本当にいいもの作りました。だからドラマを作ってマジックをやるっていうのはどれが面白いかっていうのは、たくさんの人たち見てもらってるんだな。あの時のファンすごいでしょ。だってオリンピックセンターのショーホールを2回満員するんだよ、ね、下手すら3回だよ。で、要するに、1部2部と例えば翌日とかね、それぐらいできるまでに満員になったすごいショーだったんだよね、パンフレット作って何やって。まあ、結局そういうルーティンっていうのは非常に面白いもんで、その例えば2時間ぐらいの作品なんだけど、それはね、ウィザーズナイトは、それも一つの作品なの。ね、例えば5分で収まるようなトーマス・クラン・アフェアにしても、何にしても作った作品ってあるでしょ。ああいうのってのも、例えばリバーにしても5分でも一ルーティンなんだ、ね、で、作品ってのは生まれちゃうって言ったよね、ひらめきがあると、そのひらめきをカードだってなんかして作り上げるわけだ、それが作品なんだよね。だ、ビートゥルーなんてのもそうだし、まずテーマとして自分が作品を作るときってのは、要するに相手に最後手渡しできるとか、最初手渡しできるとか、そういうものね、なるべく基本的にはすり替えとかそういうのを使わないでできるものを作りたい、だから ビートルーなんて全くその通りで、ね、忍者リングもそうなんだよね。あれも渡さないという絶対的なルーティンになってるから、問題ないと。そういうのが要するにさ、ちゃんとしてないと単なるごまかしになっちゃうところが俺は問題だと思うんだけどね。まあね、こうやってね撮ってるとね、その走馬灯のようにね、いろいろ昔の作品とか蘇ってくるんだけど、今考えた一つの新しいものがあるわけ。脱出ルーティンなんだ。で、やっぱり作るときにね、サムタイを俺がね、自分のステージネタにしてんだよね。やりますね、これ。そうそう。で、サムタイもちょっと変えたの。俺の形式のサムタイっていうのは、2本の、要するに紙紐を使って指を縛るんだけど、1本のがいいなと思ってきたの。2本の方が本当縛った感があっていいんだけど、1本の方がすごく、なんだろうな、要するにフェアに縛ったように見えるから、1本の紐で指を縛ろうと。フェアに見えるのかな？見える見える。多分ね。だからそうやろうというのがまず一つ、それと同時に
ただ単にサムタイやってコメディ的に脱出したしてないっていうふりをするんじゃ面白くないから、うん、その前に前提のストーリーを作ろうと、うん、要するにその昔フーディニーっていう人がいて、そのフーディニーが例えば縛られた例えばところからとか、または鍵をかけられたところから脱出するのがあったと。で正直言ってマーシャンだったら誰でも嫌われば憧れるから、自分もそれにチャレンジしたということで南京錠を一つ見せて、で南京錠は鍵で開くよねっていろんな方法があって、そういう鍵開けの通路まで出てきたりしたんだよって見せる、うん、でそのうちじゃあ先にね紙袋の中に入れて、ビニール袋と鍵袋を入れるのか、そしてこの中に鍵を入れて安全ピンだけで開けてみせる、うん、で中見てみたいでしょ、で特別にって今度はビニール袋の中で開けてみせる、うん、そう、これがテクニックなんだ。で今回はマーシャルの持っているテクニックと同時に皆さんと一緒にステージ上で鍵開けをご覧に入れたいと思いますって、うん、要するに舞台に上がっていって縛られて抜けるっていうことをやってみようと思った、うん、でこれねストーリーが出来上がれば出来上がる、うん、要するにトークの話だね、うん、だからやっぱりさ世界で最初に、鍵開けとか錠開け抜け出したのはいつの時代のどのぐらいだっていうことをやる、いつのだね、ね紀元前1200年ぐらいの、アレクサンドリア、その頃も鍵あったんだ、うん、あったよもちろん、アレクサンドリアのガザの時計っていうのかな、うん、っていうの中にそういうような記述が入ってて、やっぱりその当時も一番すごくてさ、例えばさ門の入り口の前で火を灯すとさ自動ドアで開いたとか、そういうのいくらでもあるわけ、うん、最後の原理使ったとかね、だからそこら辺から研究して、その上で初めてそのストーリーとマジックをマッチさせて、うん、ドラマとして仕上げるっていうのが面白いところ、うん、だ今回はそれをやってみようと思ったの、うんうん、で鍵開けは俺さ大体そうだな、安全ピンで今錠前は、5秒ぐらいで開けるかな、うんうん、本当は2秒でも開けられるんだけど、要するに新しい鍵だと時間かかっちゃうから鍵を調べなきゃね、うん、ちょっと最初にいじってみたら、うん、これだったら開くよって言って開けると、うん、でそれをどう使えるかってことは楽しみだと思うよね、うん、でもちろんその作品っていうのはさいろんなのがあってすぐ完成するわけじゃないんだよ。例えば俺はね、うん、チャック・ウェインと俺がやっているマジックの中で、これはチャック・ウェインが最初なんだけど10カードってのがあるわけ、あー、うん、10人のお客さんにカードを1枚ずつ聞いてもらって舞台に出てもらうと、で今から自分10人をね10枚カードを言うから、それが一瞬のうちみんな当たって、みんなは当たったら帰ってくれと、うん、で10人の名前カードの名前言うんだけど誰一人帰らないの、うん、おかしいなって、もう一回やってみよう、もう一回やってみようって、もう一回やってみようって言うと、5回やっても全然なくて、あれ誰もないの、うん、そうするとね1枚カードがあこれかなって言って拾ってやると、このうちがなんだって、51枚しかないんだ、うん、でそうしたら楽屋からすいませんすいませんチャックさんってやってきてね、こんなカードが落ちてたんですけど言うと、おう OK two of heart って言った瞬間に10人が全員帰るっていうね、う俺これ好きなんだ、要するに10人にクラシックコースしてる、うん、すごいね、でダメなマーシャンって言っちゃ悪いけどは、うん、フォーシングデッキを使って10人に同じカードを抜かしたりするんだけどガチンコじゃないでしょ、マジックじゃないんだね、うん、だからすごいのは誰のカードでもいいし普通のレギュラーカードでもいいんだけど、うん、それができることが面白いわけだ、うんだから俺はねそういうことも含めた上で、これもやってみようと思ってるステージね、うん、だからだけどこれも10カードだとね時間が長いから5カードにしようかなと思ってるんだけど、うん、クラシックコースができればできるん でそれだけの演出でも面白くないよね。だから何か演出を足す、ただ演出があるものが2つ3つつながっちゃうとショーは面白くないので、うん、メインの演出はどれかって決めて、そうじゃないものはさらっととかまた不思議に終わらせるとかしなきゃいけない、うん、その10カードはコメディにして、うん、それで難しいんだな、そう考えるとな、ね、起承転結、うん、で俺ねステージマジックって結構コメディが多くてさ、あと神玉のコメディなんかまさにコメディだから、コメディだね、うん、だけどやっぱり技術がないとできないコメディっていうのが大好きで、うん、これをね今後どうしていくかと、でステージマジックなんかもいろんなやりたいのあるんだよ、だけど、うん、持ってくのめんどくさいでしょ一言で言うと、確かに、で俺がミリオンカードやったらしょうがないし、うんうん、まあ、それを考えた時にねメンタルやるにしても不思議すぎて、やっぱ艶やかなものをどうするかってことを考えて、うん、ショーを作んなきゃいけないかなと、うんうん、だから人にやってもらう分にはさ艶やかなものってすごい好きだからいろいろ作るんだけど、うん、自分がやるってことを考えた時にね、うん、ちょっとね考えちゃうんですよ、うん、だからまあ9月の1日にある、熊本ではそれが見れます。テスト的に、東京でやるかな、どうだろうな、一つぐらいやるかもしれないけど、うん、やっぱりステージは体がしんどいから今回は他のマーシャンたちに頑張ってもらって、自分は司会だけ、ね、2人いるからね、そう、それ以外にひとみちゃんも東京いるからね、そうだ、ひとみちゃんいてくれたらもうひとみちゃんも頑張ってくれてるからありがたいね、楽しみなのかな、うんうん、やっぱり俺たちがやるときにはそういうことを華やかだし、ね、華やかに踏まえてやろうと思ってます、ね、まあ、うん、このイベントはねはっきり言って安いと思います。1万円という金額で飲み放題 でイタリアンディナーがついて、そして4人マーシャンがいてね、そして当然残ったけどお土産がつくんだから、このお土産がすごいんだ、海外から呼んだ町の2人で出るんだよ、すごいよね、すごいよ、はい、さあボビーはねよく考えたら名古屋行ったことあるんだな、それかな、
写真があったよ、うん、今そうだね、一旦ねバスに乗って何やったんだっけ、覚えてるんだ、覚えてないけど、まあそんなことも含めてね、モリーは誰のとこ仙台と、うん、まあまた来週ですね、はい、さよなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。